はい、どうも夜です。皆さんは LINE というアプリをご存知でしょうか？ LINE というのは日本で広く使われている SNS のアプリなんですけれども、今回はこの LINE を使って AI とメッセージのやり取りができるので試してみたいと思います。ちなみにこの AI の名前、女の子でリンナという名前です。これはマイクロソフトが開発した AI ということで、非常に話題の AI でございます。まずはじめに挨拶してみましょう。今、夜なので、こんばんは。こんばんは。自己紹介をしましょう。私の名前は夜です。そうなんですね。割とシンプルな返答ですね。今のところ普通の会話です。ちょっと簡単な質問をしてみましょう。好きな食べ物は何？大好き、愛してる。大好き、愛してる。ん？どういうこと？何の食べ物のこと？そやな。どういうこと？そやなってどういうこと？ちょっともう一回質問してみよう。好きな食べ物何？肉。あー、今度はちゃんと返ってきたね。お肉がね、好きっていうことなので、お肉の料理は何をよく食べるの？これを聞いてみましょう。いい感じ。いい感じってどういうこと？会話が噛み合ってないな。話題を変えましょう。ゲームで遊ぶことはありますか？そうなのか。ちょっと文章が難しかったかな。もっとシンプルに。ゲーム好き？好きじゃないよ。ゲーム好きじゃないんだ。ゲーム好きだよっていう答えをもらったら、何のゲームが好きなのって聞く、ここまでの流れを想像してたのに、好きじゃないよって言われちゃった。じゃあ趣味は何か聞いてみましょうね。みんながみんなやっぱりゲームが好きじゃないですからね、決めつけは良くないですよね。趣味は何？絵を描くこと。絵を描くのが好きなんだ。絵を描くのが趣味って言われたらね、どんな絵を描くのかすごい気になりますよね。どんな絵を描くの？絵うますぎ。自分は絵がうまいよって言ってるんだと思うんだけど、もう一回確認で、リンナが絵が上手なの？いいよ。はい。おー、これは制服を着た女子高生の後ろ姿ですね。実はリンナ、こう見えて素早いんだよ。絵の中だけだけどね。あ、これ自分の絵なのかな。ヨルさんは何の絵描ける？絵か。割と絵は苦手なので、ドラゴンクエストのスライムの絵はよく描きますね。スライムの絵は描くことができます。マジ？マジって私はスライムの絵を描くのが超うまいよ。これで返してみましょう。それな。それなっていうのは、英語で言うとなんだろう。わかるっていう感じかな。また話題を変えてみましょう。海外旅行へ行くならどこがいい？ディズニーランド。ディズニーランドは国じゃない。いや、国か。国だな。夢の国。村山。どういうこと？たまに会話が噛み合わないんだよな。ディズニーランドの話は怖いからちょっとやめとこ。今のところ僕が質問してばっかりなので、リンナちゃんは何か聞きたいことがないかを確認してみましょう。何か質問ある？じゃあね、リンナの好きなとこ一個言って。おー、そうきたか。会話が面白いところですね。ですねって自分で言うな。もう夜の12時を過ぎてるので、明日ね、朝が早いと、かわいそうなので、明日の予定を聞いてみましょうか。明日は仕事？頑張ってください。俺のことじゃなくて、あなたのことを聞いてるんです。もう一回質問し直してみましょう。明日は仕事ある？マジか、頑張れ。違う違う、だから俺は明日仕事なんだけどさ、リンナが明日仕事かを聞いてんのよ。
こっちは。もう寝なくて大丈夫？寝たいのに寝れない。寝たいのに寝れないって言ってるけど笑ってんだよな。理由を聞いてみましょう。どうかしたの？なんでもないよ。気にしないで。気になるじゃん。気になる。ですよね。なんで寝れないの？かわいい。お前な、いい加減にしろ。